毎週土曜日夕方に TBS 系列で放送されている報道特集のキャスターです。モスクワ支局長、ワシントン支局長、アメリカ総局長など世界中を取材されています。金平さんが今報道の現場から女性たちに伝えたいことをテーマにご講演いただきます。スクリーンには安倍政権の女性観というテーマが映っております。今日はしっかり勉強したいと思います。それでは金平さん、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。ここ空いてるんで、やっぱり来た方が、前に来た方がいいと思います。こういうでっかい会場でやると思わなかったんで、普段は100人とか200人くらいのところで、むしろ身近な顔が見えるような距離でお話をすることの方が僕は好きなんですけど、こういう硬い面からこうやるっていうのはあんまり苦手なんで、それから、一方通行で僕の方だけがこう話をするっていうよりも、皆さんの何を考えてるかっていう、皆さんと意見交換ができればということで、こういう場所にはよく来るようにしてるんですが、ですから後ろの方になんか遠ざかるようにして座ってられる方もですね、前の方にどんどん移動してきていただいて結構ですから、といっても多分移動してこないでしょうけどね。今日のテーマは僕はテレビのニュースの仕事ばっかりずっとやってるんで、報道の現場で感じたことを今日はここにいらっしゃる男性の方を除いては、大体の方が女性の方ですか。大体そうですよね。男性の方も若干いらっしゃいますけど、女性を相手にお話をするということで、自分が報道の現場で仕事をしてきて、これは女性はどういうふうに考えてるんだろうなと思うようなことについて、皆さんにちょっと問いかけをしたいというふうに思いまして、準備をしてきました。コンピューターここにあるんで、ここでパワーポイントっていうのを作ってきたんですけど、こういうものを、パワーポイントはなんか分かった気になるんですけどね、あまり信用しないでください。こういう紙芝居みたいなものを作ると、そのこういうものでなんか分かった気になっちゃうんですけどね、それは良くないんですよ実は。パワーポイントはすごく構材があって、これでなんか非常にクリアカットにすっきり分かった気になるんですが、実はパワーポイントには落とし穴があります。あまりにも整理されすぎていると、世の中の複雑な問題とかっていうのが単純化されてですね、分かった気になっちゃうっていうのはとっても良くないです。集団的自衛権の行使を容認するという総理の記者会見があった時も、こういう紙芝居みたいなものを後ろに作ってですね、そこに米国の艦船の上に何かおじいちゃんとか子供が乗っていて、それを助けられないのはおかしいじゃないですかって言いましたよね。あれで分かったような気になっちゃうような落とし穴っていうのがありますので、あまり信用しないでこれを見てください。といっても、これに従ってやりますけどね。あれ？これ